早見、ナイス。容姿端麗、文武両道。入学当初から早見の名前を耳にしない日はない。ふん、バスケ部か。やばい、早見先輩が今日肩出してる。三角筋、かっこいい。でもさ、早見先輩って脱がないよね。上半身裸になってるとこ見たことないんだけど。それがいいんだって、聖域だから。脱がない。早見が脱がないって、別に人前で脱ぐのが苦手な男もいると思うが、さすがに体育前の着替えは。脱がない。集合。あっちー、暑いね。体育で汗をかいた後も脱がない。部活終わりさえ脱がない。どうやら早見は常に制服の下にもう一枚 T シャツを着ているようだ。しかし早見からはいつもいい匂いがするし、学校のどこかで着替えているはずだが、一体どこで。あれ、三田村は帰ったんじゃなかったの。教室に忘れ物だ。早見、ここで着替えてたのか。背中が見え。あれ、どうしたの三田村。忘れ物。ああ。あの男は一体何を隠してる。早見の裸、こうか。マッチョすぎるか。どうだ、こんな感じか。いや、それより俺は一体何をこんなに興奮しているのか。早見の顔にネットから引っ張ってきた男の裸をくっつけただけだぞ。だが俺の嗅覚が騒いでいる。これはスケベだ。